ニューヨークの顔である黄色いタクシーイエローキャブを独占契約した日産が完成した新型車を初めて公開しました。これが新しい日産のタクシーです。乗ってみますね。広いですよ。広いで、すごく足の幅もあって、ここですね、 USB ポートもついてます。携帯電話を充電できるようになってるんですね。日産はニューヨーク市の公式タクシーを2013年から10年間にわたって独占的に供給します。他のメーカーに比べ価格、そして燃費の良さ、さらに将来的に電気自動車へ移行できることが評価されました。600,000 people every day. That's it. And a lot of them from New York, others from outside New York. So I think we think it's a great showcase. 現在走る 13,200 台のイエローキャブが来年から日産車に統一されることになります。